いよいよピストンを外しました。下が覗けてるかと思いますけれども、こうやってですねシリンダーがあって、こちらに、ピストンを外しております。純正のピストンです。こちらですね。そしてこれから交換しますのがこちらの、まあ、弊社のですね、こちらですね、 SWK、 こちらの製品を組み込んでいきます。ピストンとあとピンですね、こちらも交換になりますのと、まあ、もちろんこの、リングですね、ピストンリングになりますけれども、これも 3つですね。下のちょっとオイルリングがこういう風にちょっと分かりづらいですけどなりますので、3つ分かれていきます。これですね、1、2、3、ぼやけてちょっと見えないでしょうか。実はですね、このピストンリング、こちらにもこの合い口の隙間っていうのがあるんですけど、これも、ピストンに対して組み込むときにですね、どの方向にこの合い口が来ないといけないっていうのが実は定められてまして、まあ、これもちょっと最終的に組み込むときにはですね、よく確認をしながら組んでいくんですけれども、組み込みを行ってまいります。そしてですね、ピストンがあってコンロットがあって、これ、まあベアリング、まあ、俗に言うメタルっていうものですね。よくあのメタルメタルって通称では言いますけれども、このコンロットの部分と、エンジン側のクランクシャフトの、奥の方見えますでしょうか、このつながる部分、まあ、ジャーナルとかっていうところですね、この部分との、まあ、直接コンロットとジャーナルが触れ合ってしまうとですね、焼き付きますので、このメタルを相中にこう返して、まあ、実際こうピタッとはまるとこういう感じになるんですけど、これ外してる状態ですね。これが相中に入ることによって、まあ、焼き付き防止をしていると、まあ、特殊な素材で作られたこのメタルですけれども、これがあることによって焼き付きの防止をしているということになります。まあ、これもですね、組み方一つ間違えると、まあ、エンジンを壊してしまう可能性もあるという非常にこう重要なところになるんですけど、まあ、オイルの穴がこういうふうにありまして、メタル側にもオイル用の穴がこう開いているという形になっております。まあ、いよいよですね、ここからこのピストン本体を変えていきまして、再度ですねエンジン本体の方に組み込んでいって、最終的に、今度はカムですね、ハイカムを入れる形になりますので、そちらの組み込みまで終わりますと、あとは補給類を全部つけて、終了という形になってまいります。ようやくですね、今度は交換車戻していく方の作業にこれから折り返し地点というところになっていきますので、また頑張って組み込んでいきます。